こんにちは。ジャパンリンクの時間です。毎週日曜のこの時間にお送りしています。再放送は今晩8時です。では、はじめに今日お送りする主な内容です。日本の MR ワクチン製造支援プロジェクトについてお伝えします。ビズフォーカスのコーナーでは、富国島の魚醤ヌクマムをご紹介します。番組の後半では、ジャパンリンク放送1周年の特別コーナーをお送りします。では、ここ1週間の主な話題です。ベトナムでの事業の拡大のため、日系企業はより熟練したスペシャリストを求めているようです。ベトナムの大手人材紹介会社によりますと、経験豊富なベテランの人材を求めているのは、ほとんどが外国企業だということです。中でも日系企業の求める割合が多くなっているようです。現在、ベトナムに進出している日系企業は、駐在事務所も含めて2000社以上となっています。最新のジェトロ、日本貿易振興機構のレポートは、ベトナム経済のポテンシャルから、ハイテク企業をはじめとしたベトナム進出を考える日系企業が今後劇的に増加すると見ています。そのため、情報技術などハイテク分野のスペシャリストであるベトナム人の需要が増えると見込まれています。日本とベトナムの教育分野での協力や交流が進んでいます。先月、ハノイ市教育訓練局の関連団体とハノイ市内の高校教諭の代表団が岡山県にある環太平洋大学を訪れました。この大学のインフラ整備は国際基準ですね。設備がとっても便利で、学生たちにとって非常にいい学習環境だと思います。環太平洋大学では交流会が行われ、ベトナム人教師たちにとって有意義な視察となりました。ここ数年、日本とベトナムは学生や研究者などの交流を強化しています。環太平洋大学を運営する学校法人創始学園グループは、ベトナム政府の直属機関である東北アジア研究所と教育協定を締結しています。名前、環太平洋大学の名前はインターナショナルパシフィックユニバーシティということで、文字通りこれは太平洋のを取り巻く国々、そこの若者たちが本学、あるいは姉妹校であるニュージーランドの IPC、そこに来て、そして自分たちの夢に挑戦して、それを達成すると、そういうコンセプトで作っておりますので、国際教育、留学生の教育にも非常に力を入れております。こういった教育分野での協力プロジェクトを通じて、日本とベトナムを結ぶ取り組みが進められています。日本の各機関からも、ベトナム人学生向けに多くの奨学金プログラムが提供されています。昨年5月から、日本とベトナムは MR ・はしか風疹混合ワクチン製造能力強化プロジェクトを行っています。10年前、ベトナムでは、はしかワクチンの製造ができませんでした。WHO 世界保健機関の予防接種プログラムにある10種類のワクチンで、ベトナムが製造できなかった唯一のものがはしかワクチンでした。2006年からベトナムの保健省付属のワクチン生物製剤研究製造センターは、日本の北里研究所からはしかワクチンの生産技術協力を得ました。この技術移転が成功し、ベトナムでのはしかワクチンの生産が実現しました。2010年にははしかワクチンの輸入も不要になり、さまざまな状況への対応が可能になりました。ワクチンを生産する新しい技術を導入することができました。それによって多様なワクチンを作ることができます。
さらにプロジェクトを通して国際的な医薬品適正製造基準に従うことができました。私たちはベトナムで初めてその基準に達した機関の一つです。またセンターの技術者にスムースな生産方法やワクチンの品質検査管理のスキルが身につく良い機会となりました。ベトナム側に移転された技術は北里研究所、現在の北里第一三共ワクチン株式会社が独自に開発したはしかワクチンです。現在ベトナムのワクチン生物製剤研究製造センターの工場では1回の製造でおよそ30万回分のワクチン生産が可能です。日本で生産しているワクチンと比べてですが、ポリバッグで製造販売しているマシンワクチンは日本北里の技術と WHO の基準に基づいて生産されておりまして、厳しい品質試験にパスしたワクチンですので、日本で製造販売されているワクチンと免疫原性と安全性が同等であることが証明されています。昨年5月からは MR はしか風疹混合ワクチンの生産プロジェクトが行われています。1年に750万回分のワクチン生産が可能な JICA の援助で建設された工場には、今までのはしかワクチン用の製造機械に MR ワクチン製造用が追加整備されています。このプロジェクトの投資総額はおよそ7億円です。現在プロジェクトは順調に進んでいます。でこれは WHO では今はしかと風疹の根絶を世界でやりましょうというふうにやってまして、それと符合する大きなベトナムの取り組みです。このワクチンがですね、ベトナムのワクチンは今後もしベトナムの政府がこのワクチンの品質を保証する、で WHO にもそれが、ちゃんと認められるということになると、これは世界でも使われるワクチンになると思うので大きく期待されています。日本のマシン風疹混合ワクチン技術移転でベトナムは2017年には自力生産ができるようになり、2018年には MR を予防接種計画に導入することを目標にしています。今年第一四半期のベトナムから日本への輸出額が36億6000万ドルに達しました。ベトナムの税関総局の発表によりますと、これは前の年の同じ時期と比べておよそ 17% の上昇だということです。またこの第一四半期の日本向けのベトナム産原油売上高はおよそ6億2000万ドルで、前の年の同じ時期と比べて 7.5% 上昇しました。このほか主な輸出品目として衣類、トラック、バイクなどの車両部品が続きます。注目点は電話関連部品です。輸出額はわずか490万ドルですが、前の年の同じ時期と比べて 60% 増となっています。上昇率が最も高く今後が注目されます。身近な経済の話題をお伝えするビスフォーカスのコーナーです。今週はベトナム料理になくてはならない魚醤ヌクマムをご紹介します。フーコク島はタイランド湾に浮かぶベトナム最大の島です。小魚を発酵させて作る魚醤ヌックマムの産地としても有名です。フーコク島のヌックマムの原料は周辺の海で獲れるカタクチイワシなどの小魚アンチョビです。アンチョビを塩に漬け込み樽の中で発酵させます。樽はお香の原料ともなるボイロイの木から作られています。ボイロイの木はフーコク島にしかなく、それによってここのヌックマムは独特の味になると言われていました。しかしこの木はフーコク国立公園内の山にあるため、ボイロイの木の伐採が禁止されました。そのため現在ではヌックマム作りに使われる樽は輸入された木材を使ったものやコンクリート製になっています。フーコクのヌックマムは
アンチョビから作るのが他とは違います。長年の経験がある職人たちが作っています。ヌックマムは魚と塩が3対1の割合で作られます。塩に漬け込まれた小魚は樽の中で1年間熟成されます。その後最初の抽出では高品質のヌックマムが製造されます。タンパク質濃度が高く、ヌックマムそのものを味わえるよう料理の漬けダレなどに使われます。2回目の抽出のものは少し味が落ちるため、煮物や炒め物としての調味料に使用されます。はじめは塩辛さが際立ちますが、甘みのある後味です。フーコクヌックマムはここだけのものです。昨年には EU ヨーロッパ連合から特定の地域で生産された名産品として公認されました。 EU のような厳しいマーケットに公認されたのはベトナムではもちろん、東南アジアでも初めてのものなんです。国際的認証を得たものの、フーコクのヌックマム産業はいくつかの問題に直面しました。昨年の生産量は2000万リットルで、前の年と比べて 60% 減少しました。フーコクヌックマム協会によりますと、100あった生産工場のうちおよそ60箇所が閉鎖されました。アンチョビの供給量が少なくなったことがその原因の一つで、しかし最近はヌックマム業界に有利な状況になってきたようです。ヌックマムの生産者にとって良いニュースがありました。他のタレや調味料など我々と競合する生産者の数がかなり減ったということなんです。またフーコクのヌックマムは卸売販売されています。他の食品会社に購入された後、水で薄められて販売されます。フーコックヌックマムとラベルがついているもののうち9割がフーコック産ではないということです。フーコックのヌックマムが EU の認証を得てから、ここの生産者は自分の商標、トレードマークなどに気を配り始めました。以前はヌックマムはほとんど卸売販売でしたが、ここ数年はおよそ3割の生産者が小売りを行っています。フーコクヌックマム協会によりますと、昨年6月からフーコクヌックマムと歌うすべての商品は県産省によって決められた基準をクリアしていなければならないということです。こういった特定地域の名産品を守る取り組みによって、ベトナム人だけでなく世界中の人々が確かな味のヌックマムを味わうことができるのです。おかげさまでこの VTV4 の日本語番組ジャパンリンクが始まってから1年が経ちました。ここからはジャパンリンクの歩みや舞台裏、視聴者の方からのコメントをご紹介します。昨年日本ベトナム国交樹立40周年を記念して、 VTV ベトナムテレビ局は日本語放送ジャパンリンクを開始しました。このジャパンリンクはベトナムで初めての日本語テレビ番組です。昨年5月5日に初回が放送されました。日本語番組を始めたことによって、日本人や日本に関心を持っている人々に日本とベトナムの関係、社会、経済、文化についての情報を提供することができています。両国の友好関係がさらに進んで深まったと思います。番組スタート当時はジャパンリンクは VTV4 の英語放送部に所属していました。一番大変だったのは、私も英語チームのスタッフも日本語が全くわからないということでした。加えて日本語放送のスタッフはテレビ制作に関する知識がなかったんです。英語チームが番組の構成や内容を考慮しながらジャパンリンクのスタッフに研修を行いました。それは2ヶ月かかりました。
VTV の内部だけでなく、ジャパンリンクは日本語放送の経験のあるアドバイザーから制作協力を得ています。私たちは外国人なんで、翻訳するときも、そしてその原稿を読むときもアナウンサー、そしてあの MC はね、あの訛りがまだたくさんあるんで、これは番組の構成に、マイナス影響を与えると思っています。この1年間、スタッフ全員は、進歩を遂げていると言えます。でもあのプロのレベルに達するまでにまだ時間がかかると思います。また在ベトナム日本大使館や JICA 国際協力機構など日本の各機関からも取材や資料提供などでたくさんのご協力をいただいています。この1年間ジャパンリンクは日本とベトナムに関するさまざまな情報をお伝えしてきました。日越共同イニシアチブフェーズ5の開始、ベトナムのムエン・ダン・ジョン首相の日本公式訪問、ツアン・ダン・サン国家主席の国賓としての日本訪問などがありました。ベトナム国内の重大ニュースもお伝えしています。ボー・ムエン・ザプ将軍逝去に関する特別番組やディエン・ビエン・フー勝利60周年記念などです。フェイ・フェスティバルなど国際的なイベントもご紹介しました。各コーナーでは日本とベトナムのそれぞれの文化や2つを結ぶ話題を取り上げています。ビスフォーカス、ドアトゥベトナム、カレーロースコープと日本とベトナムの視聴者の方どちらにも楽しんでいただける内容になっています。日本とベトナムの文化交流の一端を担えるようジャパンリンクのスタッフ一同これからも番組の質の向上を目指していきます。皆さんこんにちは。今日はジャパンリンク開始1周年記念にあたりジャパンリンクの舞台裏をご紹介します。では始めましょう。はい、ジャパンリンクはベトナムや日本ベトナムの協力に関する週刊番組です。日本人の視聴者を主な対象としています。毎週内容を決定した後私たちはベトナム語から日本語に訳します。放送される2日前に MC の撮影や収録が行われます。はい、では今から毎週収録が行われる SGU スタジオを見学してみましょう。さあ一緒に行きましょう。ここが SGU スタジオです。では一緒に見学してみましょう。今スタジオの準備がされています。番組開始当初からこのビデオカメラで MC を撮影してきました。これは原稿の内容を映す画面です。収録するとき MC はこの画面に映し出される原稿の内容を読みます。ハエさん、今ちょっと仕事の流れを見せてもらってもいいんですか？はい、いいですよ。ではスタジオの技術室に入ってみましょう。こちらは SGU スタジオの技術室です。この画面でハエさんの動きを確認できます。このボタンを押すとハエさんと話せますよ。やってみましょうか。ハエさん。はい、聞こえます。聞こえますかね。はい、髪の毛は少し整理してください。ここですか？はいはい、そこです。じゃあ始めましょうか。はい、お願いします。毎週日曜のこの時間にお送りしています。ではここ1週間の主な話題です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。タオさん、今日は収録の日なんですけど、そうなんですけど、綺麗ですね。いえ、頑張ります。はい、あの収録の日に髪型とかメイクアップとかの時間は
かなりかかりますか？そうですね、あの私は普段は全然化粧とかはしてないんですけど、まあ、収録の日だけは毎回あの新鮮な感じを伝えたいなと思いますので、まあ、普段よりはメイクとかヘアスタイルとかフックにあの気をつけますよね。タオさんにとって MC をするときに大変なことを教えてください。そうですよね、まあ、どうしても私はベトナム人ですから、まあ、やっぱり日本人みたいに話すことはかなりできないんですよね。でもあの、まあ、まずは発音が一番注意しないといけないのは当然なんですけど、実際にやってみればあの顔の表情とか目線の調整とかも、まあ、すごく勉強しないといけないのですよね、うん、そしてもう一つなんですけれども、この刃ですね、はい、ね、あのこの刃があって、であのスタジオのライトはすごく強いじゃないですか、うん、で照明が当たると、はい、こちらの刃のところがすごいなんか暗い穴のように見えますので、はい、つけば使わないといけないんですよね。で、うん、でもあのそれをつけるなら、はい、すごく発音が難しくなりますよね、はい、だけど、まあ、これからももっと頑張りますので。タオさんどうもありがとうございます。ではタオさんは今から収録がありますが、私たちは一緒に録音室に行ってみましょう。あのフンさんが仕事をしてきて一番難しかったことは何ですか？そうですね、やっぱりジャパンリンクがよく知られていないため、あの取材の申し込みが結構難しいですよ。あ、確かにそうですね。であの日本の機関や、日系企業、それから日本に関する団体など、うん、メーリングリストに入ってなくて情報を手に入れにくいんですよ。何度もなんかチャンスを見逃して悔しい思いをしましたよ。あ、それはありますね。でそれでファインさんは取材してきて何かいい、なんか忘れられない思い出はありますか？ダラット市の取材だったんですけど、その時レタス栽培の取材だったんですね。で畑が山の上にあるので、それでまあ車で行ったんですけど、運転手さんがなぜか道を間違えて、で山の中をぐるぐる回って、で3時間も迷ってしまったんですね。それは大変でした。はい、あの本堂近くに戻ってきた時に、なんと運転手さんがあの畑を見つけて、で私も関係者に連絡したんですけど、そしたらまだ畑にいるっていうことで、あの取材を続けることにしたんですね。本当に日が暮れるまでに間もなかったので、もうスタッフみんなで時間を最大限に利用して取材をしたんですね、うん、はい、で結局は取材はできましたか？はい、でまあ幸いなんとか無事に取材は終えることができました。あ、それはよかった。はい。着きました。ここが録音室です。ここで一人ずつ入って録音します。では入りましょう。この2年間、人々が仕事でバタバタしていた1週間の後、録音が終わったら録音のファイルと MC が撮影されたファイルをパソコンで編集します。おはよう。おはようございます。おはようございます。今からどこに行くんですか？あ、取材に行きます。カレイドスコープを作りますので。あ、取材しに行くときには一番難しいことは何ですか？あ、そうですね、私は昨年卒業したばかりなので、経験も人脈もかなり薄いですね。私にとって取材に行くとき一番難しいのは立ちレポートです。取材現場で撮影するとき、みんなにじっと見られて恥ずかしくてスムーズに行きません。でも今もう慣れました。私にとって毎回の取材は新しい体験で面白いですよ。はい、では今日も頑張ってください。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。はい、じゃあお先に。はい、はい、ではバイバイ。ジャパンリンクは2013年5月5日から放送されました。当初は視聴者はあまりいませんでしたが、1年が経った今ではベトナムに住んでいる日本人、日本語を勉強しているベトナム人から多くの応援を受けています。ではこれからジャパンリンクの視聴者からの意見や感想についてお伝えします。これからもね、やはりあの日本をベトナムの方にも日本を知ってもらわなきゃいかんし、あの日本の人にもベトナムを知っていただける、そういう意味でテレビというのは大変、ね、あの大事だと思うので、
これからもベトナムの方々に日本を知っていただくために、VTV4 の番組みたいな、やはり日本を紹介する、あるいはまた日本のドラマとかね、そういったプログラムを強化していく、ぜひもっとたくさんね、流してもらえるように努力していきたいと思います。VTV4、VTV4 はたくさん外国の番組をやってると思います。で、その中で日本語の番組をやっていただいてとても感謝しています。ただ少し残念なのは、多分多くの、このハノイに住んでいる、またはそのベトナムに住んでいる日本人の人たちがまだあまり知らないだと思うんですね。ですので、もっと多くの日本人の人たちにこういう番組やってるんだっていうのを紹介してもらうと、きっともっとみんなたくさん、関心を持って見てくれるんじゃないかなと思います。以前から VTV では英語放送やフランス語放送があると聞いてましたので、日本語放送もできればいいなとずっと思っていたんですが、ちょうど去年2013年の日越友好年、日越外交関係樹立40周年の年に日本語放送の番組ができたと聞いて、とても嬉しく思っています。これはですね、ここに住んでいる日本人の人たちにとっても、それから日本に興味があって日本語を勉強しているベトナム人の方にとっても非常に役立ついい番組だと思います。私は日本語を勉強中です。ジャパンリンクはベトナム語の字幕がつくので、いろいろ勉強になります。とても役に立っています。番組ではベトナムの話題もありますし、日本の文化を知ることもできて面白いです。できればですね、そのベトナムに住んでいるその日本人のみならずですね、多くのベトナムの方々にもですね、ご覧いただけたらいいなというふうに思いました。で、ベトナムでその日本人がどのようなことに取り組んでいるのか、そういったようなことをたくさん紹介していただいていると思いますけれども、日本とベトナム双方のですね、方々のその理解がですね、より一層その深まるんじゃないかなというふうに思います。またベトナム語のですね、例えばその字幕をですね、つけていただくといったような工夫がありますと、ベトナムの方もですね、この番組を理解することができてとてもいいんじゃないかなというふうに思いました。ハノイ工科大学で日本語教師をしています。 VTV で日本語の番組を見たのは初めてです。ジャパンリンクではカレーロースコープが一番好きです。教科書だけでなく、日常の生活から日本について理解できるよう、ジャパンリンクを見るように学生たちに勧めています。今日本の企業はベトナムを投資先として大変興味を持っています。なので日本の企業としては、ベトナムの方がどういうことを思っているか、日常どういうことを考えて生活しているかということに関してとても興味を持っていると思います。なので、ベトナムとですね、日本に関わるようなベトナムの方がどんな生活をしているかとか、ベトナム人の方の目線で描いたことをいろいろ放送していただけると、今後ベトナムに進出してくる、日本企業にとって役に立つのではないかと思います。今週のジャパンリンクはいかがでしたか。皆さんからのご意見、ご感想、リクエストなどもお待ちしております。メールアドレスは japanlink@vtv.vn です。このジャパンリンクは VTV4 のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレスは vtv4.vn です。それでは今日はこの辺で、また来週お目にかかりましょう。ベトナム人の若者が増えているということです。今年の目玉は、わこの顔でね。